鈴鹿沢ッと稲尾駅は三重県鈴鹿市稲尾西三丁目にある伊勢鉄道伊勢線の駅である。駅番号は6。相対式ホーム2面2線を持つ森土上の高架駅。プラットホームのみで駅舎は持たない。上下線ホームで入り口が分かれており各ホームへは直接階段で登る。一方のホームから他方のホームに渡るには線路下の通路を通る。 鈴鹿サーキットでのイベント開催時の臨時列車や臨時停車を考慮して、ホームは6両編成の列車が停車できる長さになっている。通常は無人駅だが、FIA 主催 F1 世界選手権日本グランプリ開催時は臨時に乗車券発売所、生産所及び仮設トイレが設置される。また、普段は通過する特急、南紀快速、三重が臨時停車するほか、 東駅と名古屋駅、桑名駅などを発着する臨時の快速列車や、キハ85系を利用した、全車指定席の特急、鈴鹿グランプリも運転される。この時は、伊勢鉄道に所属する車両を4両もフル稼働し車両が、不足するため、普通列車以外は、JR 東海の車両が使用される。また、特急南紀や、快速三重は、F1 だけでなく、鈴鹿8体など、 ビッグタイトルがかかっている、レース時にも臨時停車する。なお、当駅には対比線や渡り線、引上げ線が存在しないので、当駅始発、終着の臨時列車は、津駅、四日市駅、または玉垣駅当駅間を回送列車として運転する。案内上の乗り場番号は割り当てられていない。輸送実績の単位は人であり、年度での総計値を示す。 年度間の比較に適したデータである。上行人員調査結果は、任意の1日における値である。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。三重五号が通海直駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。